は鈴川彩子です。ひたちです。本日はですね、鉄おもさんの企画でこちらのパーラービーズを使って電車小物を作ってみたいと思います。かなり前にね、私たちこの同じ企画でパーラービーズを使ってこんな感じの電車のね、これストラップになってるけどものを作っておりましたね。これ皆さん結構やってる方いるみたいでね、いろんな車両とかね、あとまあ鉄道に関するものだったり、作ってる方多いと思いますが、まあ、今回私たちもねオリジナルのまずパーラービーズで、鉄道関連のものを作って、さらにそれを小物としてね使えるようにしてみたいなと思います。川田さんの、パーラービーズどこでもパーラービーズセットを、メインに使用してね、作っていきたいと思います、ね、わーあこれ見てパーラービーズ、あ、すごい、本当にさ、どこでもって感じだね、持ち運びがね、ここにくっつけるんじゃない？ねえ、これね、プレートがいろんなサイズ、いろんな形ございます。で、これに、このちっちゃいビーズ、カラフルなカラービーズを並べて、まず絵を作る。で、上からアイロンで熱をね、加えてあげると、こんな感じ、そう、くっついて、こんな感じにね、なっちゃいます。こちら、じゃじゃん、鉄おもさんの公式ホームページ鉄おもランド、にてこんな感じのパーラービーズで電車を作ろうというね図案が、無料で公開されております。これダウンロードして、プリントアウトしたものになりますが、すごくね他にもいろいろたくさんあって、でしかもこれ今このサイズ、ね 100% で印刷したんだけど、これ見て、このほらさっきのこの大きい L 版プレート、ここに書いてありますね、透明プレート L が必要、これの全く同じサイズになってるの。だから下にさっき言ったようにこのイラストを敷いて、あ、そしたらもうどこに何を置けばいいのかすぐわかる。これやったらね、子供でも簡単に作れちゃいます。この S プレートバージョンもありますよ。 S プレートはこっち。え、チークまず何作る？まずはね、もちろんね自分で考えてもいいんだけど、せっかくまあねこう図案があるからさ、これさいつも乗ってない火の鳥、いつも乗ってない乗ってない火の鳥まだ乗れてないね、まだ乗れてない火の鳥、火の鳥作る？これさ下に見て、使うビーズの色が書いてあるね。ちょっとでも全く同じのがないかな。白と黒と見せてなんとなくで、ね、近い色で作る。ここにそしてよし、このここにそして見て、赤のとこを始めた、赤ぼやまーちょっとこれ何時間かかんのこのピースどっちもできそう、うん、できたー。見て、僕も本当できてる。おーすごーい。 E657 の日立スキワです。はい、お、チェックは火の鳥、ちょっとね、まあ、色がね、なかなか指定の色がなかったんですけど、ある色で頑張って作りました。ちょっと他にもさ、何個か作ってからアイロンやってみよう、スチームアイロン。でもスチームは切って、温度が中ですね、中温設定で、やっていきますが、上にこの紙、これついてました、当て紙ですね、これをやってから、よいしょ、真上から均等に加熱していきます。あんまり長い時間やりすぎちゃうとビーズが潰れすぎちゃって穴がなくなっちゃうので、まあ、様子を見ながら、どんなもんかしら、なんとなくこの紙にへばりついてきたなーっていうのが分かったらおしまいでいいのかな。もうね、触れる、レジ触れるぐらいに冷めましたね。じゃあちっくん、上の紙をゆっくり剥がしてくださーい。ちっくん、おー、まだちょっとね、完全にもっと冷たくなるまでテーブルの上でまっすぐに置いときまーす、うん、いいじゃん、これ裏側、そうそう、裏側、ほらビーズね、さっき見えてた方はアイロンで平べったくなっちゃってるけど、反対側にしたらこうビーズ感がまだね、つぶつぶ感見えてます。おー、どうですか、どう
どうですか。おー、裏面見ます。あ、こっちが裏か。ちょっとあんまりなんか溶けてないところもあるね。ちょっと心配だけど、うん、アイロンちょっと強く当たってたところは穴がないね。うん、おお、これ何ですか。やあのあれ、総武快速。そう、新しいね、総武快速線、総武横須賀総武快速線の新車両です。山手線の E235 ベースのね、新しい総武快速。あの、鉄尾さんのイラストでほら、前のさ、ちっちゃい方を使って E235 あったので、ちょっとアレンジしてみました。ちょっと細いから気になるけど、おー、いけてる。なんか置いてた時よりいい感じに見えるよ。いいね、ちょっと細いとこが心配だけどね、いい感じにできました。ここら辺の大きいやつはそのままコースター、コップ置いたりとか使えるし、あとまあここら辺キーホルダーとかにもできるよね。でさ、もうちょっとさ、何個か作ってさ、いろいろ他にも加工してさ、鉄道小物してみようよ。ね、この大きいプレートも使ってさ、他にも作ってみよう。さあ、こんな感じで完成しました。まず、ね、見て、信号機。そうだね、それ4色の鉄道信号機ですね。あと見て、車止め。車止め E231 の500番で、まあ山手線だったやつね、の総武線で、これなんかちょっといろんなパーツがあるけど、なんとこれ組み合わせたら貯金箱になっちゃいます。で、ほら、こんな感じで100円ショップでこれ全部買いましたね。ダイソーとセリアとね、ボールチェーンとかストラップとか。なんだろうこれ。それはね、丸いやつ、輪っかにするの。ブローチになるパーツとか、イヤリングとかもありましたね。ちょっとだから作っていきます。つけるの。そう、こうやってこのほら、もうちゃんと組めるようにね、作る段階で決まってるんだけど、どうしてもね、アイロンをかけると平べったくなっちゃって、その平べったさで、ね、ここ入んなくなっちゃうんだよね。だからちょっと削ったりして、サイズを、ここの幅を調整しながらはめていきます。もうこれミスになったら、また最初からやり直しだよ。まあ、最悪ちょっとね、接着剤とかでくっつけちゃってもいいけどね。この穴にさ、お金入れる。あ、そうです。正解。できた。まあ、強度をね、保つ場合は接着剤をさらに追加してつけるといいと思いますが、ひとまずこれで、よいしょ、完成。貯金箱、完成。接着剤、よいしょ。じゃあ、お手手につかないように横向きでポトンとこの真ん中のところに寄せて。うん、大丈夫大丈夫、いいよ、それで。さあ、それぞれね、加工したものを身につけたりしてみました、まずちくん、素敵じゃない、バッチねえ、E235 の横須賀総武快速と信号、いいじゃない。これ何の、何の信号。黄色の信号。黄色、そうだ ね。で、ママも見て見て、イヤリングつけてみました。左右で違います。軽くていいです、すごく。うん、あまり普段つけないんだけど、ピアスの穴も開いてないし、でもすごく軽くて全然痛くないので、これはいいですね。じゃあお金入れてみて。お、入った。1円入りました。50円入りました。10円入りました。100円入りました。さっきちょっとやってみたら500円は入りませんでした。いいじゃない、ねえ。やっぱこの鉄尾さんのデータで配布されてるね、このサイズがいいかもしれないね。ちょっとママが作った日立はちょっと大きすぎました。でもまあせっかくね、おー、どうじゃん。まあでもせっかくほら日立だからさ、作れてよかった。こんなストラップも可愛くできました。さあ、こんな感じでパーラービーズで、鉄道小物を作ってみました。どうだった、ジク。楽しかったね。すごいいいじゃない、ね、似合ってるよ。ジクが作った火の鳥も、素敵よね。え、色もさ、まあ、もっとね、いろんなセットにね、特殊な色とかクリアな透明のねビーズとかもあったりして、そういうの使うとね、もっとこうリアルな車両再現できると思いますし、何よりもこう鉄尾さんのね、鉄尾ランド、の工作のコーナーでこんな感じで、もう本当にいろんな最新車両ね、いろんな車両も出てますので、ぜひぜひ皆さんも
作ってみてはいかがでしょうか。こちらの様子は7月1日発売の鉄音も8月号に載っておりますので、ぜひぜひ、紙面の方でもねチェックしてみてください。はい、ということで以上、パラビーズで鉄道小物作ってみたでした。ありがとうございます。みんなはお家にアイロン持ってるですか？アイロンで作ってみてね。